皆さんこんにちは、モデラーの小越智恵です。本日はジオラマについてお話ししたいと思います。私もいくつかこういったねジオラマ作品作ってるんですが、この作品の中にね必ずと言っていいほどね愛用しているアイテム、このね草の表現なんですけど、緑の表現をするときにジオラマアイテム、いろんなアイテムをね使ってるんですが、こういった葉っぱだったりとか、あとはねパウダー状のジオラマ素材だったりとか、いろんなものを合わせて使ってます。で、いろいろねツイッターとかいろんな場所でのコメントで、ジオラマ素材何を使ってるんですかっていう質問もねたくさんいただいているので、本日はですね、私がどんな素材を持っているのかっていうことと、どういうふうに管理しているのかっていうお話をね、ジオラマ素材の紹介とともにさせていただきたいと思います。はい、ジオラマで使用する植物をね表現する素材集めてみました。本当はね地面を表現する素材も別にまだまだあるんですが、砂だったりとかね土の表現するアイテムもいろいろあるんですが、今回は、植物緑をね表現するっていうアイテムなので、そちらのみ集めてみました。はい、ボックスがね、3つありまして、で、あと入りきらなかったものがね、ここに袋に入って置いてあります。はい、では、一つ一つね、ボックスを開けて、どういうふうに管理しているかご紹介しましょう。はい、では、一つ目の箱は、こちらです。はい、私はですね、100円ショップで購入した、こういったね生理用のボックスにね使う順番で入れてます。はい、まずはこういうねバークチップ、園芸用の素材ですね。コルクみたいなこの木の皮なのかな、これちょっと砕いてあるようなねバークチップが入ってます。これはですね、ジオラマの、土台というか岩とかそういう表現をするときに使うものです。ちょっと植物ではないんですが、土台でね一番最初に配置するものということで、同じねボックスに管理してます。で、バークチップ大きいサイズと、細かいものちょっと分けてね管理してます。そして、こちらコルク素材ですね。はい、これもバークチップと同じで岩とかね植物の土台に、植物が生えている部分の土台にね使うアイテムです。はい、そして、ジオラマをね作るときに結構最初の方に使うアイテムですね。こういったねパウダー状の素材なんですけど、これ鉄道模型のねジオラマを作ったりとかするときにね使う素材です。これ茶色い色も、何色かねあって、でも季節だったりとか、あと、環境によってね色を使い分けたりとかしてます。はい、大体ですね、バークチップ使う時の、参考になればと思って用意しているこのねジオラマなんですが、こういうね岩ですね、わかるかな、こういうね苔とか草とか生えてる岩とかに、さっきのこういうねバークチップを使って、でこの上にパウダー状の素材をねパラパラパラって振りかけると、ちょっと苔が生えてるね岩っぽくなったりします。はい、でこれがジオラマの第一段階というかね、最初の作業となります。で、私のやり方なんですけど、大体ね、一番最初に茶色いパウダーを振りかけてから、上に緑のパウダーをね、振りかけるようにしてます。はい。で、緑のパウダーもね、結構いろんな色が増えてきました。最初はね、多分1色とか2色ぐらいを用意してジオラマ作ったんですけど、多分ね、いろいろね、作っていく中でね、この色もいいなとかで、ちょっとずつちょっとずつね、買い足していったら、結構いろんな色になりました。はい。で、こういうね、深い色、緑が濃い色は、なんだろう、こう、湿
ちとかね、あとはちょっと秋とかね、そういう表現にもぴったりですし、あとはこのね、緑が鮮やかなものに関しては春だったりとか、あと晴れたね、場所とかね、そういう環境とかね、季節によってもこの緑のパウダーは数色あるといろんな表現ができます。もちろん混ぜて使ってもね、いいので、いろんなね、環境に合わせて色を選ぶっていうのもジオラマ制作のね、楽しいところだと思います。はい、一つ目の箱は、植物の土台になるアイテム、こういうバークチップ、岩になる、ね、アイテムとか、あとパウダー状の、ね、アイテムが入ってます。はい、二つ目の箱です。はい、こちらですね。こちらは、そのさっきご紹介したバークチップ、そしてパウダーを振りかけた後に使うアイテムが入ってます。こういったね、スポンジ状のね、ジオラマ用のアイテムですね。このスポンジのアイテムを使うと、この後はまた違うね、表現ができます。例えばなんですけど、こういうね、苔むした感じ。ここのね、岩っていうかバークチップなんですけど、バークチップの上にこの粉をかけた上にスポンジをこう押さえつけるというかね、木工用ボンドで貼り付けてあげると、粉とはまた違ったね、質感が表現できます。でスポンジは木工用ボンドを染み込ませたりとかして固めると結構ね、しっかりと岩とかね、バークチップとかにも貼り付いて、なんかしっとりとした感じができるんですけど、スポンジ軽く押せるともっとふわっとした感じになるので、いろいろね、表現ができると思います。そしてこのスポンジも、ジオラマをね、いっぱい作っていく中でいろんな色が増えちゃいましたね。はい。もう本当にね、このジオラマ用の素材はね、なんか欲しくなっちゃうとね、いろいろ買っちゃいますね。このね、鮮やかな緑もいいですし、こういった秋とかね、季節がちょっとね、寒い季節になったら、こういう深いね、緑を使ってあげてもいいと思います。そして、春とかね、ちょっと鮮やかな緑もね、すごくいいと思いますし、ね、私が一番ね、好きな色はね、こういうね、ちょっと深い色なんですよね。でもここまでは枯れてない、ちょっとね、渋めの色がね、大好きですね。そして、スポンジ、いろんなね、色があります。ピンクが混ざってたりとか、あとはね、何の色があったかな？あった。こういうね、白とかね、お花の表現がね、できるスポンジ。これはね、ジオラマ教室、お子さん向けのジオラマ教室やった時に、女の子が参加してくださると、こういうね、可愛らしい色が入ってるスポンジが大人気です。はい、そして、こういうね、木の幹とかに貼り付けて、紅葉、ね、色づいてる葉っぱが表現できるようなスポンジ、黄色とか、あとは、赤もあった。赤い色とかね。こういったものもあるといろんな表現ができるので、これおすすめです。はい、そしてスポンジ以外にもね、いろんなアイテムをね、一緒にまとめてあるんですよね。これなんですが、これね、100円ショップで買ったナチュラルモスマットグリーンっていうアイテムなんですけど、これね、こうメッシュ状の土台というかね、の上に、この緑の葉っぱっていうかね、茎みたいな、繊維みたいなのがついてるんですけど、これちぎって、くるくるって丸めて、ジオラマの中に置くと、なんかすごくね、いい感じになります。はい。これ、100円ショップでね、あったらぜひ、ジオラマ作りたい皆さん買ってください。はい。これ、使いかけのやつですね。そう、ハサミでね、ジョキジョキ切って、こういうね、使いたい分だけ切って、使うもよし、ちぎってね、使うもよしという感じで、もちろんね、1枚でベースの上に置いても
いい感じになると思います。はい、そしてそう、私がねすごく大事にしているこれ、ジオラマの情報量が多い草の元って勝手に名前をつけてるんですけど、いろんなジオラマ素材の下の方に溜まってる粉とか、なんか茎の部分の細かいこういうねコルクとかの細かいねかけらとかを入れてあげると、なんかねすごい情報量がね多くなってそれっぽくなるんですよね。落ち葉とかね、木の枝とかっていうのが混ざったみたいな土っぽいね表現ができるので、これ購入したわけじゃないんですけど、いろんなジオラマ素材のかけらとかを集めてたらこういう感じになったっていう。これね、土の上に巻くと本当にねいい表現になるんですよ。そう、どっかに使ってたかな、ちょっと使ってるやつがあったらねお見せしますね。そしていろいろねこういったねスポンジまだまだ出てきますね。それからこういったねさっきのお花のスポンジと似たような感じなんですけど、これもメッシュ状のねアイテムに、紫色のねお花みたいな感じね、つぶつぶがついてます。はい、これもちぎってくるくるって丸めてポイントとして置くと、ジオラマって結構ね緑っぽい色とか茶色っぽい色は多くなるんですけど、こういう差し色でねピンクとか紫とかが入るとまた彩りがね良くなると思います。はい、そしてこれはね木の素材ですね。はい、こういう木の幹があって、その周りにねスポンジ状の素材がこう貼り付けられているものがいくつかね、ジオラマコーナーに売ってたりとかするので、いろんなサイズのね木を購入しておくと、背が高い木とかね低い木とかいろいろね表現できると思います。で、これか、はい、これも購入したものなんですけど、こういうねジオラマ用の素材であらかじめね樹木みたいな作ってある素材、これね多分結構ね2000円とか3000円ぐらいするやつなんですけど、これ1個あるとまたジオラマに表情が加わるので、これあるとねいいですね。それからこれ紙作り、和光さんのねジオラマ用の紙の素材でできている植物を表現する、ね、植物になる、キットなんですけど、これもねいろいろあります。これはね、フラワーポット植木鉢ですね。これなんか使えるかなと思って買ってあります。これは木の素材なんですけど、私が多分人生の中で一番使ってるのはとね、熱帯の植物、シダ植物とか、こういう感じのね、これも最初はねこんな感じで、白い状態、色がついてない状態なんですけど、自分で絵の具とかあとはマジックとかでね色をつけてあげてね使います、切り取って使います。でもこの植物のね形にカットされてるので、つながってる部分をプチプチってナイフとかでカットしてあげると簡単にね植物ができます。はい、こんな感じで切り取ると葉っぱの形になります。で、使ったアイテムがねこれで、さっきもねご紹介したこういうね恐竜のジオラマだったら、このね南国っぽい、ね、熱帯雨林とかにありそうな生えてそうなね、植物を紙作りで配置してあげます。そしてこういうね滝とかね水を使ったね水表現をしたジオラマの横には、このしっとりとしたね場所に生えてそうなね白っぽい葉っぱをね配置してあげました。はい、
そんな感じで紙作りはね結構いろんな種類を使ってます。あ、そうね、ツタとかもありますね。このね飛行機のね作品の中にもこういうね葉っぱがありますし、であとここにねツタの葉っぱがね入ってますね。こういう感じで使ってます。はい。でなんか一種類だけじゃなくって複数使ってあげた方が多分情報量がね多くなるので、合わせ技でね使ってあげるといいと思います。はい、ねこういうこれはジャングルのセットね。そうか、もう本当にねいろいろあります葉っぱね。あ、モンステラとかねありますね。そしてアジサイねとか身の回りにあるお花とかもね、はい、こんな感じ、ひまわりとかかな、ね、ひまわり、タンポポ、ね、こういう黄色とかね、青とかね、緑とはまた違う色がね、入ってると、なんか一気にね、情報量が増えて、で、あとそこがポイントになってね、目を引くというか、ね、違う要素が入るとね、奥行き、作品に奥行きが出ますしね。はい、私もこんな感じでタンポポを作ったりとかね、これも使ってるやつなんですけど、そう、これは紙作りはすごく重宝してます。はい、であとはこれですね、作品の中に、こういうねキノコねとかを忍ばせることがあります。これもなんか赤い色だったりとか黄色い色だったりとかが作品の中に入るので、非常におすすめです。で私は、こんな感じで、はい、粘土をね丸めてボールを作ってね丸っこい形を作ってあげて、であとこのコルクの上に苔を貼って、その上にこの丸めた、ね、粘土を貼ってあげて、それに赤色と白い点々を描いてキノコをね自作してます。このねキノコがね赤い色がこう作品の中に入るとまたね表情が変わっていいかなと思います。そしてレジンのアイテムでこういうキノコとかもね売ってるので、こういうのを入手して作品の中のワンポイントでね使ったりもします。そしてそうこれねリーフパンチかな、はい、いくつか持ってます。こんな感じですね、お花の形だったりとか葉っぱの形にね紙をカットすることができるパンチですね。よくね使う紙に丸くね2つ穴を開けるパンチとかあるんですけど、それと同じような感じでここに紙を挟んでパチンとやるとこの形と同じ形のね紙が切り取ることができます。あと葉っぱねとかあとねお花もありますし、これ葉っぱですね。これ色をつけた紙をパチンパチンって切り抜くとこんな感じになります。でこの葉っぱもね結構いろんなジオラマに使ってます。そして、このねお花の形、2つね大きさがあるんですけど、これは、この作品ですね、さっきお見せした、はい、この作品の睡蓮のお花、これはですね、このお花形のパンチでパチンパチンとね、ね、形を切り取ってで作りました。はい、こんな感じで、2つ目の箱は、まあ、土台を作ってパウダーをかけてその後に
使う、まあ、スポンジだったりとか、まあ、木の表現に使うアイテムとか、あとは、リーフパンチとかが入ってます。はい、3つ目の箱がこちらです。はい、こちらは、ジオラマ素材の中でも、本物の、ね、植物を乾燥させていたりとか、あとブリザーブドフラワーとかですね、こういった本物の植物の素材をこう一個にまとめてあります。これはね、苔ですね。いろんな色の苔をねが増えてしまいました。うん、はい。で、この苔なんですけど、まあ、自然のものなので、例えばこう茶色くなってる部分とか、緑がね鮮やかな部分とか、一袋の中にいろんな色合いが入ってるんですね。でそれを私はこう袋を開けて、まあ、小分けにするときに、例えば、まあ、すごい白っぽい部分はこうまとめたりとか、あとこの同じ袋の中でもね黄色っぽい部分もあるので、それはその色ごとにねまとめて、でちょっと茶色っぽい部分とかをねまとめて、作品を作るときに、まあ、色ごとにね使いやすいように分けてあげてます。でそして、あ、これね、これが、まあ、植物のつるねなんですけど、こういったねものなんですけど、これは作品の中に、まあ、ツタみたいな感じでね巻きつけたりとかすると、なんかこう植物の茎がね岩とか、あと建物とかにねこう絡みついてる感じが表現できます。はい、そしてこれが乾燥したねドライフラワーになってるね植物の茎ですね。これもスポンジを貼り付けると木の幹にもなりますし、そのまま単体でね使ってあげてもいいですし、結構ね大量にあったんですけどね、結構使ってますね。あとちょっとしかないです。はい、そしてこれね杉の木かなの、ブリザーブドフラワーなんですけど、これね結構最初買った時に大きくて、この箱ぐらいの量があって、1000円ちょっとぐらいかなだったんですけど、これも、使いやすいように枝を切って、分けました。はい、こういったね細かい、ね、枝のところはひとまとめにして、でこれ色がねちょっと茶色っぽい色、黄色だったりとか茶色っぽい色のものが色ごとに分けました。そしてさらにもう枯れてるっぽい感じの茶色いものは、黒っぽくなってるものも、別に袋に分けてあります。であとはこの木の幹ね、リザーブドフラワーのこの枝についてた枝がついてたこの木の幹も、カットして別にね分けてあります。これも、まあ、このね何センチかに切って作品の中に入れると、まあ、アクセントにもなりますし、あとここにね苔を貼ってキノコとかね乗っけてあげても可愛いかなと思うので、これもねちゃんと取ってあります。そしてこれね、プリザーブドフラワーですね。はい、これ東急ハンズで買いましたね、買ってますね。はい、これね便利で、私これ多分2つぐらい買って、1個はねこの小分けにしてちょこちょこ使ってるんですけど、このね葉っぱがちょうどいい大きさというかね、ジオラマのスケールが35分の1とかそういうサイズが多いので、あんまり葉っぱが大きすぎるとスケール感がね崩れてしまうので、こういうまあちょっと細かいね葉っぱがついてるブリザードとフラワーの、こだわりたい場合は先端だけね使ってます。葉っぱがねちっちゃく、先端になるにつれてちっちゃくなっていくので、先端のみを使うようにしてます。はい、これを使ってるのがこれだ、さっきお見せしたこの、ね、飛行機のジオラマのこういったところにね使ってますね。はい、でこれがさっきの杉の葉っぱですね。うん、で
まあ、いろんな素材をこう合わせ技で使ってあげる、ね、こういう紙作りもあれば、本物のプリザーブドフラワーもあれば、後でねお見せするんですけど、こういった部分は100円ショップのね、あの葉っぱを色塗ったりとかして配置してます。ね、一種類だけじゃなくて、まあ、パウダーだったりスポンジだったり、こういった本物の、ね、葉っぱだったりとか紙作りだったりとか、いろんなものを使ってあげてます。はい、では3つ目の箱はこんな感じでした。はい、私が持っている植物系のね、あの本物の植物の素材で、もうちょっとあの箱に入りきらないものもあったのでご紹介します。これがね、苔ですね。本物の苔を乾燥させたものなんですが、これもね、すごくね、情報量がいい感じになってて、例えばなんですけど、これ、ね、あの岩のところにちょっとね、貼り付けてあげると、なんだろう、こう、植物のね、あの自然の植物のいい感じのね、表現になります。色もね、いろんな色が混ざってるので、ちょっとね、つまんで取ってあげて、くるくるって丸めて、木工ボンドとかで貼ってあげるとすごくいい雰囲気になると思います。そしてこれ落ち葉。ね、これね、なんか使えるかなと思って買ってたんですけど、この底に溜まった、なんだろう、こう、バラバラになったね、砕かれたような状態の色味を、緑とかにね、混ぜてあげると落ち葉。本物の落ち葉なんですけど、これがあのいいジオラマのサイズ感の落ち葉になるので、この底に溜まったね、この粉を私は結構使ってます。でこれは、浅草橋にある造花の専門店があるんですけど、そこで買いました。はい、いいですね。いろんな、ね、素材があるんですけど。はい、これだけ入って、1000円でした。なんか高いのか安いのかわからないんですけど、でもこれね、落ち葉をね、自分で拾いに行って、そのまま使っちゃうと、やっぱり汚れだったりとか、あと、カビちゃったりとかもするので、こういう形でね、きちんと綺麗な状態で、なおかつ乾燥をね、しっかりさせた状態であるっていうのは、私は手頃だなと思います。使いやすいなと。安心して使えるので、はい。なので、いろんな落ち葉も、用意してます。そして、これですね。これが、100円ショップでね、いろいろ売ってる植物ですね。これ多分インテリアに使うためのものだと思うんですけど、このね、網状のところに、ついてるんですけど、これね、取れるんですよね、プチッと。で、この根元からハサミで、切って作品の中にこう入れたりとかしてます。さっきねお見せしたこのね飛行機のジオラマなんですけど、こういうところ、こういうね緑が結構鮮やかな、ね、葉っぱは100円ショップで買った葉っぱを、さっきみたいにねバラバラにして配置してたりとかもしてます。あとはね、こういう、100円ショップで買った造花も、このね、枝からプチッと1本取れるので、この接続してる部分はカットして、作品の中にね、こう、植えてあげたりとかします。100円ショップとか、あと、造花屋さんとか、あと手芸屋さんで結構私は素材を買うことが多いですね。はい。箱の中にね、入りきらなかったアイテムで別に保管してるのは大体こんな感じです。モデラーの大越智恵が愛用しているジオラマ用の植物表現の素材あれこれご紹介させていただきました。ジオラマをね、たくさん作ってる方の中には、もうもっともっともっといろんな素材ね、お持ちの方もいらっしゃるかなとは思うんですが、これからジオラマ作りにチャレンジしてみたいなっていう方も、ね、興味はあるけどどんな素材買ったりかよくわかんないっていう方もね、参考になれば嬉しいです。私も最初ジオラマを始めた頃は素材も本当にちょこっとしかなかったんですが、作品をね作
作って、それが増えるにつれ、ジオラマ素材もどん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 今増え続けている状況です。私がね買う素材は、模型屋さんで買うっていうよりはどちらかというと東急ハンズとかDIY のショップだったりとか、あとは手芸屋さんでね購入することが多いかなと思います。ブリザーブドフラワーとかはもうほぼほぼ手芸屋さんですね。はい。で、あとは100円ショップとかね、いろんなお店でこれジオラマに使えそうだなっていう素材を見つけるのも楽しみの一つになってます。皆さんもぜひぜひこのね紹介動画参考にしていただいて、ジオラマ素材注目していただけたら嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。トイラジ YouTube チャンネルではプラモデル制作のお役立ち情報を発信しています。動画へのいいね、チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。